こんにちはビ !B レジェンド田中ですビ B レジェンドダンです今日はビ B レジェンドダン君にかっこいい背中を作るトレーニングアプローチを教えてもらおうかなと思ってますお願いしますお願いします動画の概要欄には公式 LINE やお得なセール情報も載っておりますので一度ご確認ください 軽く自己紹介からですけど私 B レジェンド田中はパワーリフティングの競技を行ってたので基本的にこう自分の使いやすい体の使い方で重いのを持ち上げるというトレーニングが、まあ、結構特徴になりますでまあ種目としてはね結構ベーシックなアプローチをやってるんですけど、まあ、私の弱点としてはですね、まあ、後背筋の方にはちょっと反り腰気味なんで刺激が入りやすいんですけど、まあ、上背部ですね背中の厚み肩甲骨周りですねここの辺のこの辺厚みが あんまり出にくいというね、まあ、こっちにばっかり刺激が入ってこっちはまあなんまり苦手かなっていう弱点がありますで逆にね B レジェンドダン君はフィジークの競技者で、まあ、ちゃんと大会もね入賞実績もあってでかつもともとねなんか関節に怪我が多いみたいなんでね、まあ、思いの分回ストレーニングはそんなにできない。 代わりになんかこう狙った場所に丁寧に効かすというアプローチが得意なので普段僕がやってるみたいなこう重いのを基礎通りに重量をかけるというトレーニングではなくて狙った場所に丁寧に効かすというアプローチをビレジのダンクに習いたいと思います。今日はどういうい種目を ネコゼティーバーバローという割とインフルエンサーのボディビルダーとかがやってたりするんで猫背、うん、の弁当バーローをやってる方は多いんですが猫背、うんまあ、でやってる理由としては皆さんどちらかというと広がりをイメージして引かれる方多いんですが僕はあの上背部を狙ったティーバーローにしてます。 もともと座骨神経痛も持ってたりするんで、うん、高重量でやっちゃうと間接的にも耐えられないということで、うん、軽い重量でできる限りやっているような種目になります。なるほどまあ、ベーシックなねローイングでいうとね、まあ、背中、まあ、反りすぎなくてもいいけどわ、うん、りかしこうまっすぐ気味にね、はい、ニュートラルぐらいでこう引くという、はいまあ、こういう引くという動作が主になって、まあ、僕自身もトレーニングでねベントローとかはやるんですけど。 どうしてもそれでもそっちゃうから、下背部の方、ね、<laughs> そうなんですよ、ね。クリスマスツリーと言われる部分ですよね。<laughs> 下背部ばっかり入って、まあ上背部ってそんなね発達してないというか遅れてる感じはあるんで、うんまあちょっとねそういう聞かす感覚をねより高める意味でもちょっと違うアプローチやってみようかなと思います。じゃあ早速お願いします。お願いします。まずティーバーローなんですけども、やっていいジムと悪いジムがあります。まあその理由としては角に。 バーベルを当てることになるんですけど、この角の部分に傷がついてしまうからっていうのが理由です。なので、まあジムによってはこの T バーローを差し込むようなものがついてるラックっていうのもあったりするので、まあそれがあるかどうか確認してください。でも割と、 ティーバロー禁止っていうのが言われてないけども通ってる人は知ってるみたいなのがあるんで1回ジムのスタッフの方に T バローやってもいいですかって一言かけるのもいいと思いますでまた重い重量とかやってたりすると差し込み口がないようなこうやって角っこに合わせるやつはやってる時に後ろが浮いちゃう可能性がありますで後ろが浮いちゃうと前に重心がより乗って前に転がる可能性があるので怪我の危険性がありますなんでその場合は1人ではなく2人で行うようにして1人に。 こういう感じで、足で。 踏んでもらって浮かないようにサポートしてもらう方がいいです一人でやってる場合はそういったサポートしてもらえないんでできる限り前に行かないように後ろに差し込んでる感覚でやってあげるといいと思いますこの種目なんですけどもまずハムストリングスの柔軟性は必須になってきますもし柔軟性あんまりない状態でやったりしちゃうと怪我する可能性もあるんでそこはまずアップでもも裏を伸ばしてあげたりするのもおすすめですで体幹が抜けちゃうと腰に来る可能性があるんでしっかりと腹筋の腹圧の 意識っっっててていいいうののはしししかりとした状態で行ききまますすフォームの説明をしていきますこの V 型の,あのラットプルダウンのマシンの横とかによく置いてるんですけどもこれを使っていきますまずこの重りをつけるのとは別のところにこの重りがバーの真ん中に行き過ぎないためのストッパーがあるんですけどそこに引っかかるようにまず構えますでフォームとしては大体たい こういう形で胸を張ってお尻を突き出す形でこうぐっと引くイメージのある種目なんですが僕はもう丸めちゃってもう地面にこのぐらい近づけた状態でこのまま引きます足もうちょっと後ろですねこの猫背の状態で胸に向かって引くようなイメージです で、この時に結構グーっとストレッチを意識する人多いんですけど、どちらかというと僕は収縮の方が意識したいんで、ぐっと引いたら、このまま落としていって、もう収縮が抜けないぐらいでもう上げちゃいます。ぐーっと上げちゃいます。で、この時にぐっと上がっちゃうと僧帽筋の上部に入っちゃうんで、肩甲骨は加勢させながらも上背部に入れるイメージ。この動きが一番重要になります。 この時のグリップの意識ってどっち側ですか僕は小指側をグッと握り込みますんなのでイメージはもうこの辺でこう握っちゃってますね僕は<ー>握り方こういう握り方です割とこんぐらいで握ること人も多いんですけど僕はどちらかというと小指側をグッと握りたいんで人差し指とかはもう引っかかってるようなイメージでグッと引いてますたぶ僕その場合結構下背部に入りやすい気はするんでまあ途中なんか 握り方変えた方が、親指を握った方が上半に入りそうだったら変えていいですか、はい。あ、あ全然大丈夫ですま。まずは小指側でやってみます。はい。骨盤が前傾してなくて後傾した状態でやると割と下背部入りにくいんで、はい、握り方がこれでも大丈夫かと思います。す一旦重量なしでうん、うん。オッケーです。だからフーム見てたら、やっぱりこれも腰丸める分軽めにはなるかなっていうのと、はい、あとはまあ注意点としてはある程度基礎ができてね。筋トレ歴2、<や> 2> 2 3年はや で基礎固まった後にやるアプローチかなという感じですね。じゃあちょっとやってみたいと思います。まずは弁当オーバーローという種目ができるようになってから応用になりますんで、弁当バーローをまず先にやってみてください、ね。負荷が抜ける前にストレッチ止めちゃうんですね。あ、そうです,うですで丸め方はこのぐらいでいいですか。あそのぐらいでいいです。つま先の方にいくと重心かけて。つま先の方にかけていますか。つま先の方にかけちゃいます。で、それで耐えれる重量だけでやるって感じですね。 ぐっとこの辺りを本当に収縮させるイメージですねもうちょいグッとお腹丸めれますあそのぐらいですそのまま引くそれですすっごい引きにくいですけど肩甲骨も今ぐらいの位置でいいですか今ぐらいの位置でいいです若干かかとにグッと重心がいってるんでまたつま先の方に戻すイメージだけやってもらったら。 フォームは今の感じで、全然大丈夫です。確かに小指で握っても、こんだけ丸めてたら。はい。そうなんですよ。上背部に入りますね、すねこれ。<laughs> いらぬ心配でした、ね。<laughs> <laughs> はい、はい、入ります。確かに入ります。はい。フォームは今のでバッチシです。そうなんですよ。接骨盤固形すると、下背部に入る心配は。ないんで、<ー>背中で引くなら、どちらかというと、小指側を握ってあげる方が、僕的には。やっぱり、すごい意識しやすいというか。 確かに無意識に親指側でちょっと今持っちゃってたんですけど小指で握っった方が上背部入ってる感じにしましたすす親指側でもそうやっぱり普段の使い慣れてるやり方で引いちゃおうとしちゃうんで、うん、まあ普通の弁当バローに近い引き方にはなってきちゃうんでこれは小指側を握ってあげるとるこれはメインセット何回ぐらいで僕はメインセットはもう10回をできる重量で。 組むようにしてますねもう腰の調子次第なんで <laughs> 違和感の時とかだったらめっちゃ軽いですしうん、うん、今日腰の調子いいなって時はもうできる限り重くしたりするんですけど基本はもう2 0キロだとこの下ろすとこが収縮抜けないにしろ、うん、あの高すぎたりするんで、うんうんうん、1 0キロのプレートを何枚かつけるんですけど,、うん、ど今回ちょっと1 0キロのプレートが2枚っていう形にしかないので <laughs>、うん、もう2 0キロプレートで組んでいこうかなとは思います。 二十キロで行ってって感じですね。はい、結構腰怖いんで、急に重りを持つと普通のトレーニングよりこう怪我しやすいんで、もうこれは段階踏んでいつも二十キロ、四十キロ、六十キロ、八十キロみたいな感じで増やしていきます。うん、ありがとうございます。<laughs> これ難点はつけにくいというとこですね。<laughs> ティーバーローのデメリット。 取り外しがめんどくさいという。<laughs> <laughs> じゃあ、ちょっとフォームまた見てください。はい。重量つくとまた一気に感覚も変わってくるんで。結構、限界まで丸めて。はい。小指側でホールド。そうです。で、つま先の方にぐっと重心かけて。そうです、そうです、そうです。ぐっと引く。ぐっと引く。いいですね。めちゃくちゃいいですよ。もう、フォームもめちゃめちゃいい感じです。 で徐々にかかとに中心いっちゃうんで、できる限りつま先で耐えれるぐらいで。いいですね。あ、めちゃめちゃいいです。これタンクトップで肩甲骨の動きを見ながらできたら一番ですね。いいですね。<laughs> 全然2 0キロでもきつくなってきますよね、うんうん。いい感じ。ちょっと重くなったらどうなるのかって感じですね。どれだけ 腰に逃げないようにするですね。<laughs> とりあえず、まだ20キロ。はい。おしましょうか。バーの半分の重量も入れるって考えると50キロになりますね。<laughs> あ大丈夫ですか ?OK です。あ、そうか。そこのストップがないの忘れてました。<laughs> 確かに。<laughs> <laughs> そこのストップがないの忘れてましたね、完全に。よし。ちょっと呼吸戻ったら。はい。 そうそうそうあのまたこれも緊張時間が長いんであの心拍数がすごい上がる <laughs> ほんで複圧に意識してるから呼吸が全然できないっていう、うん、なんか普段何キロでやるんですか10キロのプレートを6枚ぐらいなんで70キロぐらいですかね、うんうん、しかも先に行くほど重いよねいやそうなんですよだから20キロじゃなくて10キロで距離を持たせるっていう <laughs> 同,じ同じ重さだったらね でももう今それこそ踏ん張れた去年までなんで今はもう踏ん張れないんでティーバローのマシンでもう2 0キロ2枚でやってますね今はね体調の関係でいきんじゃダメっていうことそうなんですよブースで5時間たってただけで足に湿疹大量に入れました、ね、<laughs> <laughs> 体調気遣いながら取りた、ね、そうなんですよねよし10回はい10回でいきましょうってことねこれ1 0キロプレートやっ4枚分ですね今できるだけ後傾させてはい つま先乗せて、でつ。はい。いきましょう。一。二、いいですね。さもうプレートが胸に当たるぐらいまでぐっと引いちゃって。いいですね。やっぱもう体幹がしっかりしてるから、全然ぶれないですね。うん、ナイスです。まだ行けますね。全然,いい全然行けますね。いや、もうパワーが全然違います。十キロ、一回十キロつけていきますか。まだまだ、多分、達しそうな、ま。あ、行けます。 さすがですね。とりあえずじゃあ、20キロ増える感じで、はい。この後から15キロスパンで増える感じになるかなと思います。よいしょ。もう見た目ではもう相当な重量の見た目ですね。<laughs> 猫背でやるのは本当にもう要注意です、ね <laughs>。あのやってるときにわかると思うんですけど、これ腹圧抜いたら腰やばいなっていうのがわかると思うんで、<laughs> <に>腹圧抜けそうやったら一旦もう地面に置いちゃうのが一番いいです。僕だから結構あやばいなって。時は呼吸が乱れたりして、腹圧抜けそうになる時はもう一旦置いて、ちょっと姿勢戻してからまた立て直してやるようにしてます。<laughs> うん、まあこれこう,こういうのでまあ、パワーラック。 傷つくからってジムによって怒られるじゃないですか怒られます <laughs> あのそういう時はダンベルですかなんかどういう代わりでやる時どうするんですかその時はもうダンベルもしくはケーブルそれこそたまにこのベンチ台をインクラインにして、うん、胸を圧迫してケーブルから結構離した状態で戻すときにめっちゃ危ないんですけど、うん、このこれをケーブルにつけて<や>胸をつけた状態でそのまま引きますケームのそのコツとしては骨盤後傾をキープして、はい 小指で握ってたらまあ同じ感じ,同じ感じでただ距離を置くんで戻す時にガシャーンってなりかねないんですごいそこはもう片手だけと片手だけ握ったまま降りて戻していくっていうすごい面倒くさいんですけどよし代表はそうしてますね <laughs> 60キロ小指ホールドつま先重心骨盤後、OK、傾そうよしいきましょう 強いっすねいや強いな初めてでこんだけ安定してこの重量でできますからねつま先の方に重心かけてい,<っ>いいっすねまだいけそうですねまだいけそうですねしっかり上背部の方にまだ入ってる感覚はあります,、うん、ります何キロ増やせそうですか20増やしますか20いけますかはいやったらちょっと1 0離して20つけますね そのまままはめれますね <laughs> もう高さついてますもんねまあこのぐらいが多分上背分析してできるギリギリくらいかな、はい、えぐいですねで言ったら1 0キロプレート8枚分ですからね今8枚までつけたらもうこの辺ですからね <laughs> <laughs> 先っぽにいけばいいこと重いしね多分1 0キロだけでつけてたらもっと重いやろうねいやそうなんですよね 可動域が二十と十で全然違うんで、確かに確かに。十やとさらに引けるんで、台とかあってもいいってことですか？ちょっと高くなるように。あ、全然いいです。うん、ただ猫背でやるんで、割と十キロやったらもうほんまに台なくてちょうどいいぐらいですね。二十、うん、やったら台あってもいいかもしれないです。ね、その代わり台から踏み外したら大事故起こしますが。<laughs> <laughs> 台が安定感悪かったら大事故につながる。いや本当にそうですね。つま先重心なんで、もうそこからもう顔から落ちることしかできないんで。確かに。<laughs>

この重量になると若干重心がかかとになってきますね。できる限り、風のまま。<ー>いいですよ。強い。<ー>ねえ。強い。でも、ちょっとコントロールできてない感じが。もう重、下げたらちょうどいいですね。ねちょっと後ろに重心、あの、崩れましたね。ねもう最初の段階で若干、あったんで。 ダン君これ70やってんのめっちゃ強いやんめ <laughs> っちゃ強いやんこれ多分70できついうんただ80はちょっと崩れた感があったね骨盤がそもそも前傾しようとしちゃうんですよね、うん、重くなると前傾すると上げ上げれちゃうんで確かにそうそう背中のトレーニングだけは弱くないみたいでねえ強い <laughs> ラットプールも割と重量 <laughs> いけるんね<い>この間懸垂したらやたら強かったもんね <laughs> 24回やってたもん、ねうん、24回できましたね久しぶりにやった割に、ね、強い2駅先ぐらいの大和ヤギみたいなあるじゃないですか大和、うん、ヤギでしたっけ、うん、なんか焼肉屋さんであ<ー>10回懸垂すると1人前無料でもらえる焼肉屋さんがあるぞ <laughs>、うんですよそれ行ってきてしっかり1人前もらいましたでもダン君腰 神経痛なかったらデッド200ぐらい普通に上がるんじゃない上がるんですかね,ねから怖くてデッドはもう本当に長らくやってないんで <laughs> 俺200とかでセット組むけどデッドだったらめっちゃ重かった今 <laughs> 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 普通にめっちゃ重かったけど。<laughs> まさかのど、どどどきいてんねん、200キロ上がる説出てきました。<laughs> どどきいてんねん。背中めっちゃ強い説は。<laughs> 普通に重かったわ。舐めてた。ちょっと。そうそうね。つま、うん、先重心の後傾にすると、急に重量の感覚がバグりますよね。うん、なんか、普段よりも相当重く感じると思います。かかとに逃がして骨盤前傾で、いつも通りにやろうとしてしまった途中。<laughs> <laughs> <laughs> よし。いきます。はい。 ちょっと僕が踏んでるんで上げにくいかもしれませんがいきます、はい、いいっすね <laughs> 今日も全然揃えてくださいね置いて <laughs> いい感じです重量これちょうどいいぐらいらですねふだんは僕は、まあ、34セットやってからラストはもう落としていって1枚ずつ落としていってああ全部10回ずつやっていくドロップ休憩も入れながらのドロップにしますけどねああ 最後の方になるるとと枚でも全然効きますからね疲れてると確かにじゃあもう1セットだけドロップありでいきましょうかいきますはいじゃあ続けてドロップするならこれ20と1030キロぐらい1回離して、うん、ラスト10やって OK、うん、って感じですねですちょっと呼吸整えますはい <laughs> 呼吸が荒れるんですよ僕のトレーニングあるある全て呼吸が乱れるっていう <laughs> <laughs> だから嫌われますね結構この週も <laughs> 僕のトレーニングは嫌われますね重いのあげれへんし息上がるしただただあの部活を思い出すトレーニングなんですよ <laughs> <laughs> 骨盤後傾したら小指側で握っても上背部にわりかし感覚残るっていうのが面白い発見ですね、はい、あまりそういうの意識してなかったかも これに関してまず骨盤を後傾して T バローをしたらいけないっていうのがストレッチを優先させる時は確かに後傾させてしっかり伸ばすっていうのをやってたけどはい、はい、丸め切って引くも、まあ、たまにやってたけど、はい、親指で握ってたから<ー>どっちかるというと。 人差し指親指あたりでグッと握り込んじゃったりするんでもう本当に端っこが一番ですね握らない握れない状態にするみたいな、うん、よし一番ピストル持ちみたいなもんですねイメージなるほどじゃあドロップでも今もはこれ全部素手でやってますからね僕はパワーグリップつけた上でですからね <laughs> <う> <laughs> さっき言ってくれよ <laughs> <laughs> 今みたいな <laughs> <laughs> これはこれで やるで何回やるんすか？十回やってから外して十回ですね。落と,して落としてって感じ？三十キロ一回ドロップで全然オッケーです。オッケーです。十キロと二十キロ一枚ずつ外して。よいしょ。います。はい。一二三四。 5678強い910まさかのラストセット休憩なしでよく行きましたねいきますはい持ってくださいね、はい、23456 イスでーすです、はあはあ、めっちゃいけやがるさあ呼吸と整えておきましょうその間に僕はプレートをかたしておきます <laughs> <laughs> あと代用するならラットプルダウン使っってやったりしますね<ー>あとはシーテッドローで猫背で、うんうん、行うだったりなるほど 今ちょっとやっていましたけど。結構息上がります <laughs>。<laughs> あと、まあ、動作中にやっぱり骨盤後傾させて猫背でやるんで、腹圧は常に抜けないように意識しながらやりました。で、言ってもトレーニング歴長いので、なんか最初でもある程度違和感なくできましたけど、まあ2、3年トレーニングやって、軽めからやってみるっていうアプローチになるのかなと思います。あとはまあ、今日の発見としては骨盤後傾であれば、 小側で結構ホールドしても上背部狙えるなっていうのはなかなか面白いアプローチでした <laughs> でもこれあれですねローローというか、はい、ローイングのケーブルでもちょっとポジションあえて楽にセットしようと思ったらできるかもしれません全然できますそれこそスミスマシーンで弁当バーローもそこを狙おうと思ったら手幅狭までやってもらったら全然できるのとダンベルでも縦持ちでちょっと刃の字持ち縦持ち、はい、あっのの持ちぐらいの縦、ね、持ちぐらいで縦持 <laughs> の方が入れやすすいいと思いますこ,うこういうことですね。はい。なるほど。なんでよくあるインクラインでセッティングして胸当ててってやってるあのローイングは割りめちゃめちゃいいです。ダンベルで。今の姿勢を作っちゃってもいいですし、うん、僕は割とめちゃくちゃ癖強めでいくと、ラットプルダウンのこれつけて同じ握り方で、うん、ラットプルダウンのパッド当てるところがあるじゃないですか。あそこに膝を回して上にかけて骨盤を後傾させて座って引きます。<laughs> ああ。 でちょっと後ろに倒れた状態でやってあげると今と同じ部位に効かせることができるんで踏ん張れないんであんま重いのできないですけど逆にやっぱ上から引くのと下から引くのとでは重力の感じ方が違うんで配備はちょっと変わるんですけど部位的には同じ場所に狙えますマークせ強いんであの恥ずかしいと思いますが自分でやるのは <laughs> なるほど、分か <laughs> りましたちょっと、まあ、あの骨盤のね通常前傾で収縮させるっていう狙いですが上背部だとあえて後傾でやってみるというアプローチでした ダンベルでもし代用する場合はということで、ちょっとダンベルを使ってやっていきたいと思います。で、ダンベルでやるときは姿勢は同じです。つま先重心の骨盤後傾して腹筋に力を入れた状態で、猫背の状態でセッティングします。で、膝伸ばしきるというよりかはちょっと曲げた状態でセッティングしてください。で、このまま先ほどのバーベルのような感じなんですけど、ダンベルでやるときはニュートラルではなく、歯の字にしてもらって、このまま引く。下ろす。引く。 下ろす、引く下ろすこれを繰り返す感じになります皆さんもトレーニング時ある程度23年やって、うん、ちょっと上背部僕みたいに苦手だなっていう方はこういうアプローチも試してみてもいいかもしれません。 参考になった方はグッドボタンチャンネル登録をよろしくお願いします。ビリジェンヌの公式 line ではお得な情報も配信しております。新商品の情報やお得なセール情報も掲載されておりますので、概要欄をご確認ください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。